おはようございます。本日7月21日、現在午前9時ぐらいですね。いや今日も暑いでございます。屋上なんですけれども、これからバイオハザードデスアイランド2回目行っていきたいと思います。はい、では行ってきたいと思います。ね、初公開の時はここにポスターがあったんですけど、ポスターはもうなくなっちゃってますね。はい、グッズの方はほぼほぼなくなっちゃってますね。初日はあったんですけれども、公開してね2週間経ってるんでね、グッズの方は完売しておりました。はい、本日はスクリーン8でございます。では行ってきたいと思います。はい、こちらが本日から配布の入場特典2でございます。このねパスケース欲しかったんですよ。ということで早速今から行ってみたいと思います。はい、ということでバイオハザードデスアイランド2回目見てきました。で今回ね、こちらが、第2弾のこの入場者特典のパスケースになりますね。この映画で出てきたこの組織のマークが入った結構しっかりしてて、個人的にはこっちの第2弾の入場特典の方が嬉しいですね。で、前回1回目見てきたのはこちらの、LED ライトか、これ電池はなんか入ってないのかな。まあ一応なんか劇中でジルが使ってたライトをねイメージしてるんでしょうかね。でこちら第1弾の方はねもう公開して2週間ぐらい経っちゃってるんで、まあ一応地元のね映画館の方はまあ週末ぐらいにはもうなんかなくなってるっていうことだったんで、まあ公開してからねすぐねやっぱり人気があって、これは多分すぐなくなっちゃってたみたいですね。この第2弾のパスケースの方は一応7月21日から8月3日までね配布予定ということで、一応ツイッターの方にも書いてあったんですけれども、まだね、デスアイランドを見てない方いましたらぜひ、映画館に急いで、見に行きましょう。ということで、デスアイランドレビューでございました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。Do-do-do